こんにちは、シナウォーターズです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介いたしますのは川崎ゼファー火の玉カラーのご紹介です。こちらはですね、エンジン、メインフレームのですね、ニューペイントで、再塗装されているですね、リフレッシュされた1台です。細かなところを言うとですね、スイングアーム、こういったところもですね、ペイント済みとなってます。非常にですね、コンディションもいい1台ですので、早速ご紹介の方させていただきます。はい、まずフロント周りですね、ヘッドライト、大きなレンズ割れ、こういったももちろんございません。メーターカバー類にも大きな点灯傷、こういったものもない状態ですね。ウィンカーはですね、小型のクリアウィンカーにカスタム済みとなっております。フロントフォークですね、インナーの部分、大きなサビ腐食出てないですね。にじみや漏れなどももちろんございません。フロントフェンダーの大きな点灯傷割れない状態となっております。はい、フロントホイール周りですね、ブラックホイールニューペイント、大きなガリ傷、曲がりもちろんございません。シャウターもですね、しっかり磨き上げられてますね。白サビなんかも出ておりません。キャリパーもブラックにペイント済みですね。はい、エンジン周りです。エンジンもブラックにペイント済みです。ヘッドからのオイルにじみ、各種大きなオイル漏れ等ももちろんございません。キャブレターカーのガソリン漏れ、こういったものもない状態ですね。空冷のですね、今人気の空冷4気筒エンジンとなっておりますね。そして、こちら、カバー類、ポイントカバー類も大きな点灯傷、こういったものもない状態ですね。メインフレームもですね、大きなサビ腐食出てないですね。綺麗な状態です。サイドカバー割れ、ステップ曲がりなどもございません。そして、こちらですね、マフラーはオリジナルマフラーですね。ちょっと点灯傷ありますけどね、こちらも、排気漏れなどなさそうです。大丈夫そうですね。リアホイールもですね、ブラックホイール、大きなガリ傷も上がりございません。スイングアームにキャリパーもですね、再塗装となっております。はい、テール周りはですね、純正フェンダーにクリアウィンカー装備となってますね。はい、シートです。前後ろともに大きな切れや破れもちろんない状態となっております。タンクもですね、オレンジとブラウンの火の玉カラーとなってますね。大きな点灯傷などもございません。タンク内も大きなサビ腐食ない状態です。ではエンジン始動していきたいと思います。はい、マフラーいきます。はい、現代のですね、再塗装というね、形で現代にね、蘇ったゼファー回ですけどね。モデルといえばですね、もう20年ぐらい経つね、モデルとなりますけども、やはりイベントで、ね、再塗装するとですね、やはりリフレッシュされてですね、自分なりの一台にですね、仕上がるような、ね、形となりますので、ぜひマフラーなどね、入れていただいて、ご自身のね、好きなようにカスタムしていただければと思います。ぜひ皆様のお問い合わせお待ちしております。